クとくり抜かれてニコッとされてメラの前さんでちょっとごめんはーいあれなんだっけ超ドキドキ超コソコソ超レニマル大先生僕たちが超重大イエーイ ねねちゃんがいませんね。いないね。なんですけど、はい、ねねちゃんがいない。今日は、はい、はい、はい。ねねちゃんにバレたら即終了。イエーイ。バレないぞ。バレないぞ。何をするかって言いますと、そうだね。ねねちゃんがこの後、はい、来るんですよ。それで、で、その時に、私たちが恋愛トークした。はいはいはい。トークテーマをしてる間に、三つのミッション。ほう、ねねちゃんになれないかっていうのをやるんです。はいはいはい。この3つのみっちゃん何やるんですか？どうすか？まず1つ目が、はい、呼び方を少し変えてみる。ああ、もう、もう、でもこれは余裕いけそう。うん。どういうこと？だから例えば、ねねぽんとか。あ、そういうこと？いや、違います。あ、ちょっと、え、違うの？ドラ耳的な感じでいきたいなと思って、普段ねねちゃんって呼んでる部分を、てれちゃん。照れちゃうって。そうそうそう。ああ、なるほど。呼び方がさらにあって、最近ねねまる大先生ってよく。ああ、降りたからね。はい、降りたから。来ましたか、これは。あるんですけど、エメラルド舞さんで。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 ねね、前髪切った？で率先してこれはホモにやってもらいたい。おお頑張れ。まあまあ、まあ、私早口だし意外といけるけど。いけるね。あ、得意さ。2つ目、眉毛を濃くする。おお。トーク中に気づいたらこの眉毛が濃くなって。でみんなさ前髪あるからさ分かりにくいじゃん。隠せるかもしれない。いけるいける。じゃあこれゆめちゃん。おお。任してください。まずゆうかちゃん最後隠れて飯を食う。食おこれ高いよ、よかったまだご飯食べてなかったからそれそっち朝え、何を食べるんですかこちらのちょっとさ、匂い匂いえ、これお湯入れてちょっとこの2人にもかかってるよだからこれ強力プレイこうしてそうで、ゆうかがそこの角ら辺で作るあ、そうよね。ここと姉ちゃんの視界を。行動に対して疑問をちゃんと言葉として投げつけられたらもう終了です。なるほど。姉ちゃんってよくなんか、んとかやるじゃないですか。それはどうなんですか、おぉじゃあ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 。え、A もセーフ。え、おぉ。おぉ。いけるかな成功させたんだ、これ。やるしかない。やるしかない。じゃ協力ね、この。うん、協力。協力してる。超ドキドキ僕たちが超重大イエーイイエーイ今日やる企画は、はい、男子落とすテクニック第2弾イエーイ嬉しい第2弾、はい、今日はね、ねねちゃんに、ここにある質問をね、読み上げていただいてみんなで話していこうっていう感じになりますイエーイ、はい、ねねまる大先生ねねまる大先生頑張ります頑張ってじゃあ早速やっていきますかはい、はい、じゃあ、ねねちゃんお願いしますねえちゃん、どう思うこれ？わかんない。わかんない。こういう感じね。髪の毛食べちゃった。ねえちゃん、もうどじたんだから。どじどじ。ほんまに、ほんまに。語尾にハートついているように話す。あめ遣いはむずいよ。あめ遣いはむずいよ。あれ、なんだっけ？あれ、なんだっけ？メラの前さんでちょっとごめんメラの前さんでちょっとごめんちょっとさ一通り見ない確かにあざといですね皆さんあざといよねなんか、うん、あざといよねなんか、うん、みんな彼氏にそうあご食いしながら食べやだどういうことあご食いしながらえどういうことえクリーチャーどうもえクリーチャーどうもえ、わかんない。どう初めて。わかんない。クリなどたくさんつけるだって。
あーだからそれはあれかな、 LINE、うん、とかさするときかな、 LINE じゃない、そうだ絶対 LINE だよ、ね、絶対に、うん、もうねてれちゃんのフェイスだったら笑っちゃうんじゃない、うん、笑っちゃうんじゃないの、どうなんですかニコニコ、どうなの、えでもさそのねミラルドマイさんでは、うん、なんかその結構なんていうのクールだよね、恋愛を見てはね、うん、クールだよね、あ、ちょっと一回だけ、何をですか、だからそのちょっとふーみたいなお姉さんの風吹かしときな、やっぱりこの一番年下っていうのもあるからね、うん、そうそうそう、確かに一回いいんじゃない、うわいいんじゃない、うわキュンキュンキュンする、次一回こういう感じなんかな、声をかけられそうになったらわざと聞こえないふりをする、おーテクニック、どういうこと、声を聞こえそうなのに聞こえないふりをする、全然違うね、意識をそらしたところ後ろからドンです、あ男子の貴重な意見発見、おちょうど顔が見える感じで振り向かれてニコってされて好きになりました、一目惚れじゃないけどそういう感じのあれだよね、そういうこと、キュン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 するね、キュン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 かわいい、上目遣いちょっと得意なんじゃないのみんな、でもそこの言うて一番やってるの多分あなたよ、絶対動画確かに、そうだよね、回ってくるからね、うち、うん、そうだ結構言うかいろんなジャンルの照れんな、ねにちゃん、どうしたの、これいいよ、そうみんなほら知りたいからね、うん、あとは、うん、じゃあ逆にさ、うん、これはえって思ったのどれ、お家にプリント届けたらやって、あね待って、そういうの懐かしくない、うわー小学校キャー懐かしい、届けたい、ペンを持ってる反対の手で紙を横にかけることを意識してました、なんでなんで、こっち、おー聞くね、それ実際聞くよね、まあまあまあ見つめちゃう、なんか一旦投票とかする、こうやってな、な、なの、どれが今まで、あ、いいね、いいね、みんなで目閉じて、え、楽しい、プラスさんにどれがいいかってこう、うん、じゃあゆったんから、うん、え、どうやって、うん、みんな目つぶる、今くつまいてんだけど、あ、ごめんねそうだよなここは確かにちょっとな、フラットじゃあねねちゃんからやってく、え、この中でいいと思ったやつですか、じゃあ、そっか、私は、あ、でも、走り方かな気をつけた方がいいかなと思ってね、輪ゴム加える、輪ゴム加える、じゃあ投票しますか、じゃあ誰が やるじゃあルルが数えるからヌネちゃんとか全員目つぶろうか、オッケーオッケー、ヌネちゃんじゃないの、どれが良かったか投票しじゃあ一旦目つぶろう、じゃあヌネちゃんのニコニコがいいと思った人、はーい、輪ゴムがいいと思った人、パンクしよう、走り方がいいと思った人、あ、ちょっとじゃあ目ニコニコか、自分のやつか、そっかそっかそっか、どうしようか、どうしよう、いいよいいよ、ありがとう、こう怖い、ゆうか危ないよ、ゆうかの顔怖い、うん、はい、じゃあ、うん、どうしようか、うん、いいよ、けいちゃんどう、うん、いいと思うね、かわいい、いいと思うね、かわいい、ありがとう、かわいい、かわいい、あーえ、そういうこと、え、そういうこと、最初から作ってたってこと、うん、わー、だ途中さ、スー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 行くね、あともう一個、ブラボーだった、あともう一個あるよ、眉毛、おえ、あと1個前でも、え、ねねまる大先生ならわかるよ、ねねまる大先生なら
テレちゃん？テレちゃんならわかるよ。テレちゃんならわかるよ。テレちゃん？テレちゃんならわかる。そういうこと？なんかいやめっちゃどうしようと迷ったよね。テレちゃんって聞こえてて、なんかあ鼻詰まりかなと思ってた。鼻詰まり。鼻が詰まったらなんかテレちゃんになりそうと思って。あーなるほどね。エニマルマイ先生。っていうので、エメラルドマイサンデーっていうのをちょっと濁して言ったら気づいてなかったの、うん、気づいてると思った、それちょっと気づいてなかった。そう、ニヤニヤしてるから、最初から普通にニヤけてただけか。うんうん、これ、一番最初何言ってる？確かない。どれくらいから気づいてた？さっき、可愛いって言った時、うん、あれなんか、可愛い